どうも、シロです。さあ、いかがでしたでしょうか。 FP っぽい、動画になってたんじゃないでしょうか。まあ、あれ実は、まあ、あのタイトル見ても分かると思うんですけども、あの撮った機材は、インスタ360の、GO2、これで撮ってます。はい。で、まあ、これでどういうふうに撮ったかっていうことなんですけども、まずあの自撮り棒がいます。で、多分一般の方っていうか、あの普通にこのアイテム手に入れようとして、あのここのね、これができるあの自撮り棒があったらいいんですけど、この曲げれるやつね、俺はたまたま持ってたから、これで使えたんですけども、普通に買うと、ここの、開けて、これになんかケースみたいながあって、でそれにあれなんていうの、ソケットみたいな、これソケットがこっちかまあなんか間に入れるもんがあって、でそれで、このグリッと曲げて、で3メートルぐらいのあの棒を、刺すっていうことになると思うんですね、普通に買えば。で、まあ俺はたまたまこれがあったので、このまま刺して、使えることができたんですけど、みんなは好きな方を選んでください。で、まあ、通り方なんですけど、まあ、これを最長まで伸ばして、で取るときにちょっとコツがあるんですね。でそれがこれ、まあ、一応伸ばしてるという前提で言ってくださいね。でただこういうふうに揺らしてるんじゃなくて、ちょっと手元でグリップちょっと効かせてるんですね。こっち側行ったらこうね、で反対側行ったらこう、このグリップが結構効いてきます。これがうまいことは FP ボイっぽいやるためのコツなので、これをやってみてください。で別に走らなくてもいいですし、歩いてもいいですし、別にスピード調整は編集でできるんで、それでやってみてください。であとは、設定ですね。で、まあ、これでやってるとちょっと見にくいので、別の画面でお見せしましょう。はい、ではまず設定方法なんですけども、ボタンを押してまず接続してください。で、モードを、このプロ動画にしてください。行き過ぎた。はい。で、この録画の方を長押しします。すると、再度、設定変えれるので、これは 1440p にしてください。画質は綺麗な方がいいです。で、フレームレートを、あえて50とかじゃなくて30にします。これあえて、フレームレート落としてるんですけど、これ落としてる方が、スピード感が、出る映像にするために、まあ、ごまかしてるんですけどね。そういう効果があります。で、ここは鮮やかにしておいてください。これで、画質が綺麗で、フレームレートを減らして、スピード感のある動画にできます。設定は以上です。はい、では、先ほどの動画の撮り方なんですけども、まあ、その前に、今これも iPhone13 で撮ってます。まあ、まず、全部伸ばします。はい、で、地面に、かなりギリギリの状態まで、撮って、で歩きながら、撮るんですけど、一回ちょっとやってみましょう。このように、ちょっと振ってやることによってかなり迫力が出ます。では、続いては編集方法です。はい、これが編集画面です。まずスピードを変えていきましょう。2倍にして、モーションブラーをオンにしてください。まあ、速さのスピードは、好みに任せます。次に、広角のところを、もともと広角になってるんですけども、リニアに設定します。こちらの方がより広角に映像が映ります。で、あとは BGM をつけて完成です。俺はさらにカラーグレーディングもやっております。まあ、やるかやらないかは、好みなので、まあ、お任せします。はい、いかがでしたでしょうか。東京で、FPV っぽい、動画が、撮ることができます。これでね。で、まあ、夜でも関係ないですしね。ただね、あれですよね、高さが、まあまあちょっと限られてくるので、そこをまあ、どうしようかなっていうところでもあるんですけど、でも、FPV っ
ぽく、速いスピードでやるときって、地面に結構スレスレでやった方が、スピード感が出るんですね。まあ、レース の車とかって車高低いじゃないですか。だからスピード感がめっちゃ感じるんで、地面スレスレでやる方が速く迫力ある動画が撮れるので、それでやってみてください。で、まあ、多分これじゃなくても多分撮れると思うんですよ。インスタ360じゃなくてもアクションカメラでも、まあ、やはり用によって手できるんちゃうかなと思うんですけども、ちょっとアクションカメラで試してないんで、実際どうなるかちょっと分からないんですけども、まあ、僕はこれがあるんで、これでやっていこうかなと思います。はい、ということで、また役に立ったよという方はね、いいねやチャンネル登録をして応援してください。年内1万チャンネル登録目指しておりますので応援してください。それではまた次の動画で会いましょう。星野でした。